ょっとお聞きお願いします。そうですね、ホルモン的な意味合いでは、まあ、オナニーはライブに、まあ、前日にはしない方がいいっす、ね、今後はオナニーはしないっす、ライブ前1週間で気になるで、そうじゃん、え、別にしてもいいんだよ。いや、いや、僕たち禁欲主義者なんだよ、しないっすね。あと、昨日なんか最後だからって思って、なんか、もうあの動画とか開く前から しこりスタートだったんで、大抵あの動画を見てからなんかいい感じになってきて、しこる感じなんですけど、昨日はしこりながら動画探してた。ああいうのとかもなんかすごい良くないですよね。あの間とか空気感的なものを全く大事にして、そういうのが響いたなっていう感じで、今日はなんかなんですかね、今日ディスコミュニケーションをすごい感じましたよ。やっぱりそのアンコールとかね、出なきゃよかったし、あの2回ぐらいしかもう1回やれっていう声なかったのに、なんかのこのこ出てきて、そういうのとか、なんかそうです、それがすごい、心残りで、明日同じ今日みたいなライブをしたら、みんなで腹を切ります。